私、好きな人がいるの。ずっと前から。余計に裸で男にくっついたらダメでしょう。見える、見えちゃう。ごめん、咲ちゃんは知ってるの？誰にも話せなくて、向井君には知ってもらいたい。うん、聞くよ。その人には好きってことを伝えたの？伝えたらその人と、その大事な人もすごく困らせるから、ずっと諦めようとしてたのに、どうしても諦められないの。好きになっちゃダメだったのに、どんどん好きになって、になって欲しくて、でも気持ちを伝えるのは怖い。勇気がないのが情けない。シロさん、火ついたよ。ここってさっき向井君が。手見せて。いや、まあ火を起こすときに。私のために。向井君、どうして。俺がしたいことをしてるだけだよ。こんなに優しくされたら気持ちが抑えきれない。